はい、皆様こんばんは。仏教神話研究会の秀明彦でございます。よろしくお願いいたします。いつもご視聴いただきありがとうございます。はい、今回の動画の検証はですね、創価学会の当館数261万書体、会員数470万人の数字は本当の数字なのかと、こういう検証をしてみたいと思います。で、当仏教神話研究会ではですね、創価学会の公式発表で、実書体数、827書体ですか、あの数字はどう考えてもおかしいという検証をずっとやってきてますね。はい。そういう中で、当仏教神話研究会のチャンネルにですね、創価学会の幹部を名乗る方から情報が入りましてね。はい。創価学会の当館数ですね。はい。これが261万2631書体。会員数が470万280人ですと。いう情報が入ったわけですよ。はい。ご覧になった方いらっしゃると思いますよね。はい、ちょっと赤鉛筆で囲んであるところですね。はい。これがそうです。はい。それで今回は、そのね、情報が正しいのかどうか。はい。創価学会の書体数が2021年の3月末で、当館数が261万2631書体。会員数が470万280人で、未入信家族は含まれていないと。で、お守りご本尊会員数が3月末時点で22万4600人ですと。こういうことらしいんですけどね。はい。これ、当館数がどうかっていうふうに言われてもですね、我々は創価学会の当館をですね、見ることができないわけですよね。当然、そうなわけですよ。で、その当館数っていうのが、じゃあ本当にそうなのかどうかっていうふうに言われてですね、ああ、そうですかっていうわけにやっぱり言わないと思うんですよね。はい、だから、いろいろ、この数字が本当なのかっていう検証が当然私は必要だと思うんですよ。はい。それでですね、これいろんな方が過去に、実書体とですね、いろんな数字の関連性を指摘していらっしゃるわけですよ。はい。で、一番有名なところではですね、創価学会の元副会長、福島源次郎氏の著書であります、蘇生の選択。これも241ページにですね、こんなことが書いてあります。参議院選挙の得票数。これはね、かつての全国区、今の比例区の得票数のことを言ってるわけです。これを大まかに平均して、創価学会の当館数、実書体の 2.5 倍と計算してきましたというふうに、福島源次郎氏が言ってるわけです。はい。その部分なんですが、はい。これが、蘇生の選択ですね。はい。241ページ。はい。ちょうど、ここのところですね。ちょうど、真ん中辺のところに、そういうことが書いてあるんですよ。はい。本当ですね。はい。福島源次郎氏が書いた、蘇生の選択でございます。はい。だから、その、初体数の 2.5 倍が参議院選挙の、全国比例区の得票数になるというふうに、その計算してきたというふうに言ってらっしゃるわけですよね。はい。それでですね、この参議院選挙の得票数っていうのはですね、前にもお見せしましたんですね。はい。これ1962年から2019年までの参議院選挙及び小選挙区比例代表並立制になってから衆議院にもその比例区が導入されてますね。はい。2000年の選挙から、選挙からですね、衆議院にも比例区が導入されているということでございます。はい。それでですね、この福島源次郎氏が言っている、参議院選挙の得票数は大まかに計算して、創価学会の実書体数を 2.5 倍と計算しましたということになるとね、これ要するに、
実所帯 ×2.5 が参議院選挙の得票数だということになると、まあまあそれはちょっとまあ数字のばらつきあると思いますけど、逆に計算すると参議院選挙の比例区全国区の得票数割る 2.5 にすると創価学会のおおよその実所帯数が出ると、こういう計算になるわけですよ。はい。それで1962年から1992年までのその関連性をちょっと計算してみたわけですね。こんな感じで。だからこの、この場合は参議院選挙の得票数、まあ、比例区全国区の得票数割る 2.5 だと、こういうふうにですね、創価学会の推定所帯数が出るわけですよ。そうすると、まあ、大体240万所帯から290万所帯。の間で推移していたということです。じゃあその後はどうなんだってことになると、1995年から新進党で選挙をしてますんで、ちょっとそういう資格ができなくなってますよね。さらに1999年から自民党と公明党の連立政権、自公連立が成立しましたんで、自民党の協力票が公明党に入るということが起こってるわけですよ。だから、この、1995年以降は、その、福島源次郎氏の計算が、ちょっと当てはまらないというふうに思われるわけですよ。はい。まあ、自民党と公明党の連立政権によって、自民党の協力票が、その、公明党に入ったことによってですね、公明党の得票数が大きく伸びたんですよ。はい。2000年代は800万票そして最高で898万票までいったんですよ。はい。言ったんですが、2005年をピークにして、なんかだん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 下がり始めてきたと。はい。で、2010年以降は700万票台になって、2017年からはこの700万票も割っているという事態になったわけでございます。はい。そうしたらですね、じゃあこの、先日その創価学会の幹部と名乗る方から入った情報、創価学会の当館の実所帯は261万所帯だということが、もし本当だとしたらですね、じゃあ2019年の参議院選挙の比例区での創価学会員票だけで652万票になるはずなんですよ。ね、この2019年、令和元年の参議院選の得票数ですね。はい。653万票になってるんですけども、はい。創価学会票だけで652万票になる。これに、その自民党の協力票が入ってるわけですよね。そうしたら自民党の協力票が1万票なんて、ちょっと考えにくいんじゃないかと思うんですよね。はい。それでもうちょっとね、詳しく計算してみたんですよ。はい。それで、2020年の日本の総人口が1億2532万人なんですよ。で、0歳から19歳の人口が2072万人で、総人口の 16.5% を占めてるわけです。そうすると逆に20歳以上の人口比がですね、全体の 83.5% を占めてるということになるわけですよ。はい。そうすると、創価学会の実所帯数が実会員数が470万人とすれば、じゃあ、創価学会員の20歳以上の会員は何万人になるかというとですね、この日本の人口比、その20歳以上の人口比をそのまんま創価学会員に当てはめたとしてですね、はい。20歳以上の創価学会員は、470万人かける83.5%、0.835 ですね、をかけるわけですよ。そうすると、20歳以上の創価学会員が、392万4500人になります。はい。じゃあ、選挙になったら、じゃあ、この人たちはどういう行動をするかということになるとですね、まあ、最近は投票率が随分ね、低くなって 40% 台とか 50% 言ったのがあったかな、うん、結構低くなってますよね。しかしながら、創価学会員の投票率っていうのはかなり高いと考えられるんですよ。連れ出しなんてやってますからね。はい、今はですね、昔と違って、この期日前投票の制度が緩和されましたんでね。
割と結構簡単に期日前投票ができるようになったわけです。はい、だからその選挙の公示と同時にですね、もう創価学会の方も釣りなしをやってるということなんですね。はい、だから創価学会の方の投票率っていうのは、まあ一般の投票率よりもかなり高いということが言えるわけなんですよね。はい、そうすると、その創価学会の20歳以上の方 会員の方のですね、投票率をまあ90%として想定してしました。そうすると、353万2050票ということになるわけですよ。そうすると、2019年の参議院選挙の比例区の公明党の得票数が653万票なんですよ。じゃあ653万票から、その353万票を引くと、協力票が300万票なんていう計算になるんですよね。これはですね、ちょっと協力票として多すぎないかと。数字がちょっと多すぎますよね。過去の得票数からしてですね、自民党の協力票っていうのは、まあ、300何票も入ってないと思いますね。だいたいね、まあ、150万から200万票ぐらいじゃないかと思うんですよ。はい、それはね、過去の投票結果を見ればわかりますよね。公明党の、単独でのですね、最高はですね、この770万票が最高なんですよ。はい、これがその公明党単独の最高得票数です。そうすると、その後もですね、自民党の協力票をもらって、最高898万票までいったということなんで、これを換算するとですね、大体創価学会の 単独で、の得票がですね、大体650から750万票ぐらいだとすれば、まあ大体自民党の協力票ってのは150万票から200万票ぐらいじゃないかというふうに、まあ推定されるわけですよね。そうすると、まあこれね、数字が合わないんですよね。だから653万票って2019年の票数からしてですね、創価学会単独の、まあ、投票数が353万票だとしたら、ちょっと協力票としてですね、そんな300万も入っていないと私は思うんですけどね。ちょっと数字がちょっと合わないですね。はい、だからちょっとこの数字、創価学会の投函の会員数が470万人で、261万所帯っていうのも、どうなんでしょうね。私ちょっとこれ、本当なのかなっていう感じが拭えないわけなんですよね。はい。ですから、まあ、これ計算方法としては、まあ、いろいろあると思いますんで、他に、いや、こんな計算方法があるよという方がいらっしゃったらですね、まあ、ぜひとも、仏教数学研究会の方にご意見を寄せいただければと思います。はい。あるいは、いや、私はもう本当の統括を知ってるよということで、私はその数字じゃないよということをご存知な方はですね、また、仏教数学研究会の方にお寄せいただければと思います。はい。ということで、今回の動画はですね、創価学会の統括数、261万所帯、会員数470万人の数字は本当の数字なのかという検証をしました。まあ、ちょっと懐疑的ですね。はい。そんな印象が拭いきれません。はい。ということで、今回の検証はここで締めくくってみたいと思います。はい。ご覧になられまして、皆様はどのように思われましたでしょうか。またご意見をお寄せいただければ幸いでございます。はい。それではまた次回の動画でお会いしたいと思います。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。